人です。いつもいいね、高評価ありがとうございます。今回は知らないと恥ずかしい溶血の原因と対処法について解説をしていきます。皆さんはこんな経験ないでしょうか？夜勤明けなんかにもうすぐ夜勤も終了って時に検査室から電話がかかってきて、〇〇さん、検体が溶血していたので再採血をお願いしますみたいな経験ありませんか？何それ、血液取れてたじゃん、何が悪かったのってなること、これ結構あるんですよね。皆さんは採血の時に溶血が起きたって言われたらどういった状態のことを思い浮かべますか？今すぐに頭の中に答えが浮かんだ人いますか？そんなあなたはこの動画を見る必要はありません。ありがとうございました。って、ちょっと待ってください。今回のこの動画を見れば、そんな溶血のことをしっかり理解できているあなたにも、溶血って何？って頭がハテナマークになっているあなたにも、溶血がそもそも何なのか、溶血の原因は何なのか、そして溶血を予防するために私たちにできる具体的なアクションプランをお伝えしていきます。だから溶血について知っている方も答え合わせ程度に付き合ってもらえると嬉しいです。私たち看護師が関わる採血場の溶血って内容についてここまで詳しく説明している動画は今んとこ他にはないし、多分めんどくさくて今後も取り上げる人なんていないんじゃないかって思います。こういう結構自分で調べるとめんどくさいけどちょっと知りたいなって内容についてできるだけわかりやすく解説していこうと思っています。例えば他にも採血のスピッツの順番っていう動画も作りました。結構この採血する時のスピッツの順番わからないっていう人とか、順番なんて関係あるの、適当に採血してるだけなんだけどっていう人いるんじゃないかと思います。なんせ僕もそうでした。でも実は採血する順番ってあるんです。だけどその根拠なんて調べてるだけで眠くなっちゃうし、他にも覚えないといけないことたくさんあるんで、もうこんなことに時間なんて使ってられないっていう人いるんじゃないでしょうか。そんなあなたに朗報です。このチャンネルでは20分程度でスピッツの順番について解説しています。今回の溶血の内容もそうなのですが、一から勉強したらたくさんの本を引っ張り出してきて、いろんな言葉の意味だったりを調べながら何十時間も勉強しないといけないような内容です。自分で勉強しないといけないということは分かってはいるけど、なかなか調べたりするだけで時間かかっちゃうし、溶血についてだけでそんなに時間を使えない、そんななかなか勉強する一歩が踏み出せないあなたに、注射や採血に関連したいろんな内容をガイドラインや参考書、そして10年以上看護師をしてきた僕の知見を含めて動画にできるだけ簡単にまとめてお届けしていきます。今回の溶血を理解するには血液の成分から赤血球の特徴なども押さえておく必要があるので、かなり盛りだくさんの内容にはなります。簡単に短く説明することは楽だし、調べてもらえばいいっていう部分もありますが、その手間を省くのが僕のチャンネルのいいとこだったりするので、そういった血液の成分的な部分も含めて解説していきます。もし今回の動画がためになった、今後も継続的な情報収集源にしたいと思った人はチャンネル登録して一緒に学んでいきましょう。そしていいねボタンを押してもらえると僕の今後の動画作成のモチベーションアップにもつながります。はい、ということで早速内容に入っていきたいと思います。今回の内容は、溶血を起こすとどんな影響が起きるのか、溶血とは、溶血が起きる原因と溶血を予防するための具体的なアクションプラン、この3段階で解説をしていきます。ということで1段階目の溶血を起こすとどんな影響が起きるのかについてです。そもそも溶血を起こすも起こさないも、なぜ起こしたら悪いのかを理解していないのに勉強する意欲が湧きませんよね。ということでまずは溶血を起こすとどんな影響が起きるのかについて簡単に説明します。この溶血がどんな影響を及ぼすのかについてしっかりと勉強しました。勉強したんですが、この分野は勉強しだすと検査方法的な内容までかなり解説しないといけなくなったりするので、あまり深すぎる内容を解説してしまって、一番伝えたい溶血を起こさないためのアクションプランまで行き着かない人が続出してしまうなんて本末転倒なことになりかねないので、簡単に簡潔に説明していきます。ということで溶血することで大きく3つの問題が発生します。それが血小中の検査データの整合差を及ぼす、2つ目が血球細胞内容物による血小成分の変化を及ぼす、3つ目がヘモグロビンの色の被色法への影響が出る、この3つの問題が出るんです。なんか聞いてもピンとこないし、何のことってなると思うんで、早ピン的に簡単に説明していきますね。まず1つ目の血小中の検査データが差を及ぼすっていうのは、簡単に言うと生化学検査データがおかしなことになっちゃうってことです。その影響が出てしまう項目がこれです。
このような項目の検査データに影響を及ぼしてしまうらしいんです。ほとんどの項目が通常よりも多く出てしまうという結果になるんですが、鉄に関しては低い値になってしまったりします。そして二つ目の血球細胞内容物による血小成分の変化を及ぼすについてですが、これは赤血球の中にはプロテアーゼっていうのが含まれていて、そのプロテアーゼっていうのが細胞の外に漏れ出ると脳性ナトリウム利尿ペプチドや血小中の副腎皮質刺激ホルモンを分解してしまうので、低い値を引き起こしてしまう可能性があるということなんです。他にも赤血球はインスリン分解酵素も含んでいるので、溶血するとインスリンも低い値を示してしまうという原因にもなるんです。だから簡単に言うと ACTH、BNP、インスリンの検査データが低い値を出すということです。そして3番目のヘモグロビンの色の被色法への影響が出るっていうのは、検査する時の測定方法に関係することみたいなんですけど、今は2ポイントエンド法とか溶血の影響を操作するっていう方法なんてのもあるみたいで、あまり影響は出ないみたいです。だけど交差適合試験などの結果が不鮮明になるなどの影響も出るみたいです。ということで、どんな影響があるのかということをまとめて簡単に言うと、正確なデータが取れなくなるということなんですよね。もうね、そうなると採血している意味がなくなってしまうし、もしもこの間違ったデータをもとに診断が遅れてしまったり、点滴や薬剤のチョイスに影響してくるっていうことも考えられます。患者さんの治療のために痛い思いをしてもらって取った血液、この採血で溶血を起こすと治療や診断にも影響しかねないということなんです。じゃあ溶血って言うけど、そもそも溶血って何なのってことで、2段階目の溶血とは何かについて解説していきます。結論、簡単に言うと赤血球がぶっ壊れるということです。いや、なんかざっくりすぎるんじゃないのって思う人いるかもしれません。なので専門的に言うと、溶血とは何らかの理由で赤血球膜が崩壊して赤血球内の成分が血小中へ漏出することというふうに言われています。なんか難しく言ってるけど、簡単に言うと赤血球の膜が壊れて中身が外に出ちゃってるっていう状態のことなんです。ここで溶血について理解を深めるために勉強しておかないといけない内容があります。それが、血液っていうのはどんな成分でできているのか、赤血球にはどんな特徴があるのかということです。ここを僕の描いたイラストで解説しながら説明していきます。これは基本中の基本のことなので、分かっている人は飛ばして構いません。振り返りの意味と、ハヤピンがどんなイラスト描くんだろうっていう好奇心の強い人は見ていってください。はい、ということで赤血球の特徴と働きについてです。血液っていうのは液体成分と細胞成分からなります。液体成分は血小、細胞成分っていうのは血球ですね。で、さらに血球の 99% 以上が赤血球です。白血球と血小板なんていうのはほんのわずかです。そして血液が赤色してますよね。あの血液が赤色をしているのは、赤血球に含まれているヘモグロビンの色が血液の赤色なんですよね。ではまず赤血球っていうのはどんな形状をしているのかわかりますか？真ん中がくぼんだ円盤状ですよね。大きさは7から8マイクロメートル、厚さは1から2マイクロメートルです。中央のくぼんだ部分がおよそ1マイクロメートルの厚さです。そして赤血球っていうのは骨髄内で生産されます。まずは最初は造血幹細胞っていうものから分化していって赤血球になります。赤血球の他にも白血球や血小板にも変形していきます。今回は赤血球なんですけど、造血幹細胞が分裂していって、まずは赤芽球になります。そして脱核します。核を捨てるんですよね。これがポイントなんです。なんせ細胞の中で最も大切って言われている核を捨てるんですよね。そして脱核した赤芽球は毛状赤血球になって、数日で赤血球になります。そしてそうなんです、赤ちゃんから成長していって成熟して大人になって働くっていうイメージです。そしてポイントとなるのは、赤血球が核を捨てたということです。赤血球が脱核したのには大きく2つ理由があって、1つ目が表面積が広くなる、2つ目が変形性がアップする。この2つが理由なんですけど、まずは表面積が広くなるっていうのは、赤血球の役割は血液中の酸素を運ぶことなんですよね。この酸素を運ぶときに、表面積が広ければ広いほどたくさんの酸素を運べるようになるんですよね。だから核がないので、より多くの酸素が運べるようになるんです。そして次のメリットが変形性がアップするという理由です。どうやって説明するのがベストかなって考えたときに、これうちの子供の持ってた粘土なんですけど、ちょっと勝手に引っ張り出してきました。
これね、赤血球ってこんな状態なんですよね。こんなちょっと真ん中がくぼんでて、周りがこうちょっと膨れてるような、こんな皿型というか円盤状の形をしています。例えばこの真ん中のところに圧力がかかった時にどんな形状になるかって言ったら、こんな感じでですね、こんな感じで形を変えていくんです。そして他にもまあこんな感じで、こんな感じの圧力がかかった時にはこういったちょっとぺっちゃんこになったりとか、まあ端っこの方だけに圧力がこうかかったりしてもこう伸びきったりとかしてですね、変形することができるんですよね。こんな感じで角がない円盤状の形であることで、こんな自由自在に変形ができるんです。そうなると酸素を運ぶときに、いろんな血管を通るときに形を変えながら酸素を運ぶことができるようになるんですよね。はい、そんな感じで2つのメリットがありました。メリットにもあったように、赤血球は形を柔軟に変えれる。それなのに赤血球の膜がぶっ壊れちゃう溶血を起こすって、どんなことをしたら溶血が起きちゃうのっていう疑問が湧いてきませんか。ということで次は3段階目の溶血が起こる原因と溶血を予防するための具体的なアクションプランについて解説していきます。もうね、ここを説明するために1段階目と2段階目の話があったと言っても過言ではありません。皆さん、溶血って体の中でも起きているのを知っていますか。そう、赤血球にも寿命っていうのがあって、その寿命がだいたい120日っていう風に言われています。これもきっと学生の時に覚えましたよね。知らない人はもう一度ここで復習しておいてください。そう、120日も経つと赤血球のメリットである柔軟に形を変えれる能力もどんどん落ちてくるんですよね。そうなった赤血球をいつまでも働かせておくわけにはいきませんよね。そういうことで脾臓っていう臓器があるのを知っていますか。そう、だいたいこの辺にあるんですけど、その脾臓でふるいのような毛細血管があるんですけど、そこに引っかかって壊されます。そうやって老化した赤血球が破壊されるんです。これも赤血球の膜が壊れるので溶血と言います。しかし今回お伝えする溶血はこの体内で起きる溶血ではなくて、採血した際や採血を取った後に起きる体外での溶血のことです。この体外での溶血、つまり採血の時に赤血球が破壊される原因は何かということをお伝えしていきます。さらにその原因を抑えておけば採血時の注意点はわかるし、実際にどんなアクションプランを起こしていけばいいかがわかります。今後溶血を起こすことの方が難しくなるというくらいです。はい、ということで溶血の原因についてですが、結構原因を突き止めていくとたくさんの原因がありました。溶血の原因を挙げると大きく8つぐらいあったのですが、今回はその中でも可能性の高いものを5つ抜粋して解説していきます。採血時の溶血の原因はこの5つです。では1つ目の消毒用エタノールへの血液の接触ということなんですが、これは採血前には腺腫部位の周辺を約 80% のエタノールで消毒をしていきます。しかしその際に十分に乾いていないまま採血をしてしまうと、残っていたエタノールに触れてしまって溶血してしまうっていうことがあるんです。しかしそんなことは稀なんですよね。よくある状況としては注射シリンジで採血をする場合など、採血が終わった後に注射芯を抜く際ですね、アルコール面で軽く押さえて抜いて止血する、こういった状況結構ありますよね。その時なんですけど、このアルコール面が絞られていないっていうことが結構あるんですよね。このあまり絞らずにまず腺腫部位を消毒して採血をしました。そして抜くときにこのあまり絞られていないアルコール面で抜いた後止血をするために、こう上に置いておくと、このちょっとひたひたになっているアルコール面からアルコールが染み出て、この抜くときに注射芯からアルコールが入っていて血液と混合してしまう、そして溶血を起こしてしまうっていうこと、これ結構あるんですよね。だから明日からできるアクションプランは基本的で当たり前のことなんですが、採血をする際はアルコール面をしっかりと絞って使用するということです。そして2つ目の溶血の原因は採血時の過剰な吸引です。あなたは採血の時に途中で血液が出にくくなってしまったっていうことはありませんか。そんな時、もう少しだから頑張ってって注射シリンジで吸引をかけてしまって必要量を取ろうなんていうことを結構あると思うんですよね。しかしこれをしてしまうとどうなるかっていうと、
赤血球の膜に圧力がかかってしまって溶血してしまうんです。もうこれは単純に吸引をかけないのがいいんですけど、とは言ってもなかなか血液が出てこないなんてことあるんですよね。また採血に使用する注射針が細いと、その吸引圧力がかかる強さもかなり強くなってしまうので、23ゲージなんかの針を使う際は注射シリンジを 2.5ml とか 5ml とか小さいシリンジにして、あまり強い吸引をかけないようにしてください。また採血途中で血液が止まった時の対処法についても動画を作っているので、興味がある人はぜひチェックしてみてください。それでは3つ目の溶血の原因は血液採取量不足です。これは真空管採血用の採血スピッツの内部は一定量の血液を採取するため一定の陰圧がかかっています。そんな採血管に血液量が規定量より少ないと、採血管の中に陰圧が残ったままになってしまいます。そうすると赤血球に圧力がかかって溶血を起こしてしまいます。規定量を取ることで対処できますが、規定量取れなかった場合は陰圧を抜くため採血管の蓋を一度外して採血管内の圧力を一定にするっていうことをお勧めします。そして4つ目の溶血の原因は注射筒からの強い分注です。今はこんな感じの分注ホルダーが推進されてはいますが、このような分注ホルダーがないっていう施設もあると思います。その際に細い注射針で分注すると過剰な圧力がかかってしまって溶血してしまいます。また分注する際に音が出る場合は注射筒を押す力が強すぎるっていうことを意味します。なので注射シリンジで採取した血液を分注する際は、採血した針のままではなくて20ゲージなどの太い針に付け替えて分注します。また分注する際は採血管の壁を伝うように静かに分注するというのもコツになります。そして最後5つ目の溶血の原因は採血後の採血管の雑な取り扱いです。これはもうそのままなのですが、雑に取り扱うと溶血します。では雑とは具体的にはどういうことなのか。採血後に抗凝固剤や凝固促進剤入りの採血管で採取した場合、採血後の転倒混和が必要になります。その際に激しく上下左右こんな感じで混和したりすると血球にダメージを与えてしまって溶血します。採血後の転倒混和はこのようにして正しく転倒混和してください。詳しく転倒混和について知りたい方は、9割のナースはできていない正しい転倒混和という動画も作っているので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回は知らないと恥ずかしい溶血の原因と対処法について解説をしていきました。このチャンネルではこのように看護師のためになる動画を今後もどんどん上げていきたいと思っています。この動画が学びを深めるきっかけになれたら幸いです。もし今後も見逃したくない情報収集源にしようかなって思った人は、チャンネル登録して一緒に学んでいきましょう。最後にいいねをしてもらえると、今後の動画作成のモチベーションアップにつながります。本当に最後まで見てくださった皆さん、ありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。